皆さんこんにちは。テレビアニメスケートキャンレキ役の畑中タスクです。こんにちは。長谷川蘭賀役の小林千秋です。7月4日パッケージイベントまで各週でお届けしてきたアフタートーク延長戦、今日が本当に最終回です。いやだ。まあ確かにこれは無限に続く時間かと思っていた。確かに俺も、いやそうだね、僕もてっきり一生続くのかなと思ってたけど。いやすげえ続けてくれんじゃんスタッフさんたち。今日でまあ一旦最後かもしれないけどね。まあ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 、まあ、また次延長戦の延長戦があるかもしれないから。いやそうね、まあ確かにね、ちょっとまあ、とりあえずね、今回のところは延長戦のこのアフタートークはここで最終回というわけなんですけれども、まあ代わりにね、イベントが直前ということで、まあ、みんなね楽しみでちょっとドキドキしてるんじゃないですか。いやそれしててほしいですよ、それは当たり前ですよ。その、まあね、その配信でもね見れるので、あのね、チケット当たらなかったよとか行けないよって方はぜひ配信でも見ていただけるような楽しい内容となっておりますので、よろしくお願いしますという、よろしくお願いします、まず宣伝をしつつ、あと直近で言うとね、5巻のねパッケージに封入されると思うんですけど、まあもうほんと直近でこの前アフレコ、いやもうなんだ、すんごいカロリーだったってことだけは伝えるわ。いやこれは言っていいでしょ、多分すごいカロリーは使ったよ。だ死んでる日の時もさすごいカロリーだったけどさ、また今回はすごかったね。死んでる日以上かもな。やっぱ内容は語れないけど、いや掛け声とかさいろいろあったんですよ。いろいろ研究しましたわ。なんか参考資料とかもらいながら、まあ、ね、あれね誰が言ってんだろうとかね、いろいろあったけど、でもすごい楽しみつつね、しかもさキャストもほとんどね揃って解けたね、取れたのですごい嬉しかったですね。嬉しかった、楽しかったし、まあまあちょっとねその楽しさみたいなの伝わればいいなと思って、まあイベントをねどんなことをするだろうね。大喜利はしないって言ってた。大喜利はしないって言ってたスタッフさんが。それ前々回ぐらいのアフタートークの時も言ってたけど、でも絶対しないって言ってたもんね。いやでも俺はもうしないつもりで行くよ。でもスタッフさんもだから一枚岩じゃねえから。それで言うとさ、番組では三宅さんも長塚さんも、まあ緑川さんとかも松本さんもみんなご一緒したじゃない。そうだね。イベントってなるとさ、まあ一応緑川さんとは AJ でご一緒したけど、ほとんど一緒に喋ってないじゃん。せやな。なんか一緒に楽しんでなんかやったとかさ、もうだからそういう意味ではどうよ。いやもうだからこんな大先輩ばっかりのイベントなくね。いやないよね。どうする、どうするよ。どうするって。いやだから対策、対策傾向と対策、いやだから先輩たちにね、はいはい、まあできれば失礼のないように今更、まあ、そうだね今更なんだけど、まあでもだから体張るのは全部俺たちがやろう。いやそうだね、やっぱ体張る組だよ。率先して楽しみもねありつつも、まあ、僕らね頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん見てください。来てください。うわということで、もう最終回のメッセージが終わってしまう。はい、終わってしまう。まあでもちょっと終わってしまうけれども、あれだね、もうだから総括じゃないこれは。もうそうだね、あの今までの、まあでもなんか終わる気がしないっていうか、終わる気がしないし、あとやっぱパッケージもさまだこの段階では全巻出てないわけじゃない。そうなんだよ。だからそれをねなんか流したいよね、でかいサラウンドで、でかいところでさ。まああのね、もうこれはキャストがこういう風に声を大にして言っていくことによって、スタッフさんがもう動かなければいけないんじゃないかっていう状況を作り出す作戦ですからね。これはそうですよ。もうもちろんね、あの全然確約とかではない僕らのね、たわごとよ。全く確約ないよ。みんな信用しちゃダメだからね、俺らのこと。2期やりたいねとか、なんかね、なんかスクリーンで出会いたいねとか。俺らの願望だからこれ。俺らの願望だからこれ、何にも決まってないんだけどね。そうだよ。SK8 ファンの2人が言ってるだけだから。そうなんですよ。ファンの方々は、あ、小林と畑中が言ってるからこれやるんやとか思わないで、安心せずに皆さんパッケージ買いまくってくださいよ。いやまあそうだね、もうそこしかないからね、もういや本当にマジでそこはね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。まああとは本当なんだろう、タスクとまあこの1年間ぐらいやったよね、 SK8 で言えば。なんだかんだやったよ、アフレコスタートから言うと、だからすごくなんか楽しい時間を過ごさせてもらって、僕は楽しかったよ。俺も楽しかったけど、まあ家近所だから。そうなんだよね。またスケボー公園にしに行こうじゃねえか。でも俺そろそろ引っ越しちゃうかも。いや大丈夫、それもまた近所だよ。というわけで、はい、ということでそれじゃあね、じゃあイベントで会いましょう皆さんということですね。ぜひぜひ配信チケットもあるので、現地に来れない方も見て、また会いましょう。どんな形であれね、楽しいことをしていきたいと思います今後も。よろしくお願いします。お願いします。それではキャン歴役の畑中タスクと
長谷川蘭語役の小林千明でした。バイバイ。